おはようございます、総科塾の久保です、えー、本日8月24日になりました、8月25日、明日なんですけども、海老名の方でね、えーっと、FX のオフ会がございます、でこれ、一日中ありますので、皆さん、ね、しっかりと時間を用意していただきたいんですけども、さあ、中丸トレーダーもいらっしゃいますよね、そして、えー、プレミアムセカンドも始まります、えー、前回プレミアムに参加した方は、1円以上のお振り込みでプレミアムセカンドに参加できますと。 で、プレミアムセカンド新規で参加される方はまたね、明日、詳細発表と申し込み方法の連絡があると思いますのでできれば海老名の方にご参加いただくのとまあ参加できない方でもね、中、えー、のトレーダーの LINE とかそして私の方からもご案内いたしますのでこの機会にぜひご参加くださいませ、FX のプロフェッショナルになってもう自分の人生を勝ち取っていきましょうということですよね。私ももももでですすね、2017 2018 FX1 年年にはは回も買っったたことがなかったんですけども2018年以降はもう 1一回も負けたことがないって言ったら言い過ぎなんですけどね結構勝てるようになって今すごく順調でございます、まあ、そうなると何が起きるかっていうと例えばねある投資案件でポシャっても全然へっちゃらなるんですよもともと投資っていうのは余剰資金でやるもんなんで余剰資金が生まれる埋めるかどうかって勝負なんですよねで今までの私は余剰資金を生む方法をアフィリエイトと中心としたビジネスだったんですけども今はね投資で余剰資金を生んで投資するみたいなね 投資が投資を呼ぶみたいな世界に入ってきましたので、ものすごく順調で、まさにインベスター、個人で生きる時代になってきたかなと思います。まあ、とはいってもね、ねもともとそういうことができたわけじゃないんで、最初の第一歩っていうのは皆さんと一緒だと思うんですよ。 まあですのでね、えー、労働からあスモールビジネスへスモールビジネスからビッグビジネスへビッグビジネスで余剰資金を作ってインベスターへこの道は変わらないんじゃないかなという風に思っておりますさあそれではですね、余剰資金の作り方で私がお勧めしている例のやつなんですけどもこちらの方で、えー、公式なアナウンスがございましたまあ公式と言ってもね まだ社員さんの中で、えー、速報で、ね、伝えてくださったっていう、まあ、その類なんですけども正式には25日に書面で届きますのでそちらの方を改めてねご連絡申し上げたいと思います、えー、私の方から28日に、えー、動画として皆さんのところに提供するのが多分、えー、一番早いのかなと思いますけども大筋で言いますと25日のボーナスは今回は30日にさせてくださいということですよねで、えー、と返力に関しましまては 本来は9月のあ8月の30日に振り込みっていうことだったんですけども、もすいませんけど、9月の4日から4回に分けてということになります、えー、そしてね現時点で入金が遅れている方も心配されないでくださいね、必ず入金されますんで、えー、いろんなね、今日欲しいのにって気持ちもあると思いますけども、うん、お待ちください、大丈夫ですかね、まあ、大丈夫って言いすぎると、またね、余計な資金行く人がいるんで、私はね、今後は大丈夫じゃないっていう、まあ、なんて言いますかね。 もうあんまりね、これ話ししないようにしようと思います。本当になんかねうーん、まだまだ基本的には余剰資金が埋めるような力をつけてもらわないとダメだなと思いますよ。だから例のやつに依存するんではなくて自分のビジネスを持つこと自分の余剰資金自分で意識すれば必ず今日中にこのお金が取り出せるよみたいなものをそういうポケットを、ね、持つっていう基本に立ち返ってもらいたいと思うんですよ。まあ、私がね、その例の例やつを ずっとお勧めしていていものすごくく細かく連絡したんでみんな、ね、安心したたんんんででみなね安心う自分のことを稼がせる力をつけないかもしくはものすごくゆっくりになっちゃってるんだと思うんですよ、うん、だからちょっとね自分の人生はもう二度と取り戻せませんし何かに乗っかってポシャったとしてもねそれはもうそれも込みで自分の選択ですからあのやっぱり自分のことは自分でやりましょうってことですよね、うん、やっぱいい年いいといいますかね社会に出ても何十年も経つわけですから我々は。 いつまでも人のせいにしてじゃだめだということでございますね、まあ、あの例の件に関しましては心配はないですけども、でも安心しきってリスクヘッジをしないっていうことにならないようにしてください、必ずリスクヘッジしてくださいね、うん、で私の場合はね、すべての投資案件がダメだめになっても今の暮らしはそのまま続きますからね、リスクヘッジしてるからなんですよ。 リスクヘッジです。で最悪、私は最悪って言ったらあれですけども、何にもお金がなくなって、それこそ家も取り上げられて、車もなくなっちゃったってなったら、私は別に介護士やりますんで、全然、それでも全然減っちゃうですからね、介護士もすごく楽しい仕事ですしね、食にあふれることはない業界ですからね、まあ、そんな形でリスクヘッジを常にすることというメッセージに変えさせていただいて、本日の動画は終わりです。ででは失礼ししまます。明日、会いましょう。